皆さんこんばんは。語り部シープです。世界の歴史に名を残す様々なジャンルの人物を紹介していくこのチャンネル、今宵ご紹介する人物はこの方、マリリン・モンロー。はい、ということで今回はマリリン・モンローをご紹介してまいります。皆さんも名前はご存知の方も多いのではないでしょうか。実は彼女、その華やかなイメージからは想像もつかないような過酷な幼少期、そして波乱万丈な人生を送り、36歳と若くして亡くなっているんですね。私も調べていて驚いたんですが、現在ご覧いただいているモンローの雰囲気と実際のモンローは結構イメージが違っており、セクシーなお姉さんっていうより童顔で人懐っこい美少女的な見た目をしており、クールというよりは可愛らしいような印象を受けました。そんなモンローは幼い頃からある苦悩を抱えており、生涯にわたりその苦悩に苛まれることになるのでした。それでは彼女はどんな人物で、抱えていた苦悩とは何だったのか、ご紹介していきましょう。マリリン・モンロー。1926年6月1日アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにて、ノーマ・ジーン・ベイカーと名付けられたモンローなんですが、今回は例のごとく分かりやすいように呼び名はモンローで統一していきます。父の名はクリフォード・ベイカーで、母の名はグラディス・ベイカーなんですが、モンローの父親とされるクリフォードはモンローが生まれる前に出て行ってしまったため、モンローは生まれながらに母子家庭となります。母親のグラディスが好きだったハリウッド女優ノーマ・タルマッジにちなんで命名されたノーマ・ベイカーことモンローだったのですが、彼女の幼少期はとても過酷な人生を歩むことになるんですね。母のグラディスはグラディスの母であるデラというモンローの祖母にあたる人物の代から男性に振り回され精神を病んでしまうという連鎖にあり、モンローが生まれた後も祖母のデラにモンローを預けて働きに出たりしていたのですが、もともと精神を病んでいたデラが起こす妄想からの暴言や発狂に耐えきれず、1933年にグラディスはハリウッドで小さな家をローンで購入、当時7歳のモンローと一緒に引っ越したのでした。またこのハリウッドの家には俳優の仕事をしていたジョージとアトキンソンという男性たち、そしてアトキンソンの娘ネリーと一緒にシェアしておりました。ですが翌年の1934年のモンローが8歳の頃には、母のグラディスも狂気にとらわれ精神を病み、精神病院に強制入院させられてしまうのでした。こうしてモンローは突然親がいなくなってしまい、共同生活していたジョージやアトキンソンの家で肩身の狭い生活を余儀なくされるのでした。はい、モンローは幼少期からとても過酷な環境で生まれ育っていたんですね。この母親のグラディスは精神病院に入院後、残りの人生をこの病院内で過ごすことになるのですが、その最後までめったにモンローとは接触することはなかったと言われております。といきなりの過酷な環境で始まったモンローの人生なんですが、彼女の人生はここからさらに悪い方向へと向かうことになってしまうのでした。こうしてジョージやアトキンソンたちと共に生活をすることになったモンローだったのですが、そこから1年半もの間性的虐待を受けることになります。後のインタビューではモンローは当時虐待を受けていた相手の名前は言いませんでしたが、状況から考えると一緒に住んでいたジョージかアトキンソンが犯人の可能性が高いと言われております。そして1935年のモンローが9歳の頃に、母グラディスの友人がモンローを訪ねた際に、モンローに喫音症という過度のストレスにより言葉がうまく話せなくなるという症状が見られたことから、明らかに様子がおかしいと踏んだ母の友人により、モンローはその家から連れ出され孤児院に移されることになりました。孤児院では何不自由ない暮らしを送ることができたモンローだったのですが、当時の政策で里親には援助金が支援されるという制度があったため、彼女の親族やグラディスの友人が母親に志願し、モンローはいろんな家を転々とする日々を送るようになります。そんな生活をしていたある日、里親の一人がモンローを映画館に連れて行ってくれたことがありました。そこでモンローはこの映画というものに心を奪われ、初めて自分のなりたい将来として女優という道を志したのでした。
はい、とても辛い経験していますね。若干9歳にして性的虐待によるストレスから一時的に発声がうまくできなくなり、孤児院に送られるも、全員ではないですが、数々の援助金目当ての里親に引き取られては住みかを転々としていたモンロー。モンローはそのどの家でもあまり大事には扱われていなかったとされており、彼女のストレスはどんどん溜まっていくばかりでした。こうしていろいろな里親を転々としていたモンローだったのですが、母の友人のおばにあたるアナ・ログアーという女性だけはモンローを大切に扱ってくれたとされ、1938年のモンローが12歳の頃からモンローの里親はこのログアー夫人のもとに落ち着くことになります。モンローは翌年には中学校へ入学し、特に目立った生徒ではなかったのですが、文才はあったようで学級新聞を執筆していたとも記録されております。こうして平和に中学校生活を終えたモンローだったのですが、ローアーの高齢化による健康状態の悪化に伴い、1941年のモンローが15歳の頃に母の友人に引き取られ、バンナイズ高校へと入学したのでした。ですが、翌年の1942年のモンローが16歳の頃には、カリフォルニア州からの命令により、モンローは孤児院へ戻るよう指示されてしまいます。ここでどうしても孤児院へ戻りたくないモンローは、当時近所に住んでいたジェームズ・ドハティという21歳の男性と結婚、高校を中退し主婦となることで孤児院へ戻ることを回避したのでした。ですがその2年後の1944年のモンローが18歳の頃には、ドハティは海軍へ徴兵され、輸送船団の乗組員として太平洋へ長い航海に出てしまいます。こうしてまた一人になったモンローは航空機部品工場へ就職し、自立しての一人暮らしとなったのでした。はい、モンローはどうしても孤児院へは戻りたくなかったみたいですね。それにしてもそのために結婚するってすごい判断ですね。このドハティとの結婚生活はモンローにとってとても退屈で仕方がなかったとされており、2年後に夫のドハティが航海へ出た後に就職した会社ではとても生き生きと仕事に励み、ここからモンローの人生は大きく動くことになるんです。そして同年の1944年、工場で働くモンローのもとへある人物がやってきます。それは当時の女性労働者の士気を高める写真を撮影しに来たデビッド・コノバーという男で、モンローはこのコノバーに見出され、職場での写真を何枚か撮影され、その写真はヤンクという雑誌に掲載されたのでした。そしてこの雑誌でのモンローの写真が高く評価され、翌年の1945年のモンローが19歳の頃に、コノバーやその友人の推薦でモンローは工場を辞め、ハリウッドのモデルクラブブルーブックモデルエージェンシーの専属モデルとして契約することになります。当初モンローはブルーブックにてモデルとして仕事をしていたのですが、モンローの持つ肉付きのいい体型を考慮したブルーブック社により、ファッション性の高いモデルとしての活動よりもセクシー系のピンナップモデルの方が適していると判断され、モンローは主に広告や男性誌に写真が掲載されるようになり、そこから男性人気がどんどん高まっていくのでした。はい、ここら辺から少しずつモンローが表舞台に出てくるようになります。写真でご覧いただけるとわかると思うのですが、モンローは本来結構強めの天然パーマで髪の色は茶色だったのですが、このピンナップ撮影の時期からブルーブック社の勧めでパーマを緩めにし、髪色を明るいブロンドに染めました。こうしてモンローは彼女の代名詞ともいえるブロンドヘアになったというわけなんですね。そして翌年の1946年のモンローが20歳の頃、モンローはかねてからの夢ハリウッド女優になるべく20世紀フォックス社のスクリーンテストを受け、これに見事合格し、マリリン・モンローという芸名で契約を結びました。この芸名はブロードウェイのスターマリリン・ミラーとモンローの母親グラディスの旧姓から付けたとされております。こうしてハリウッドへ引っ越し、車もローンで購入し、めでたく女優としてのキャリアをスタートさせるモンローだったのですが、夫のドハティがこの女優の仕事に大反対したため、話し合いの末2人は離婚することとなりました。その後モンローは20世紀フォックス社と契約後、最初の半年間は演技、歌、踊り、映画制作についての学習に努め、
翌年の1947年のモンローが21歳の頃にはいくつかの作品にちょい役で出演するのですが、残念ながらあまり人気は出ず、モンローは20世紀フォックス社との契約を打ち切られてしまいます。せっかく掴みかけた女優の夢を諦めきれないモンローは、演劇学校へ通いながらモデルの仕事をしつつ、いろいろな有権者にアプローチし、コロンビアピクチャーズと契約することに成功します。このコロンビア社にてモンローはコーラスのレディーたちという映画に準主演として出演するのですが、これもあまりヒットせず、モンローとコロンビア社はこの一作だけで契約は終了してしまうのでした。はい、モンローはかねてからの夢であったハリウッド女優として映画出演を果たすのですが、当初は全然人気がなかったんですね。彼女は自分を売り込む際に女性としての体を使うことを厭わず、有権者と性的関係を持ったり、生活やローンの支払いのためにカレンダーのヌードモデルの仕事なども請け負っておりました。当時の彼女の行動からは、何としてでも成功したいという彼女なりの信念といいますか、意地のようなものを感じますね。コロンビア社との契約終了後、モンローは色気を使ってのコネクション作りの甲斐もあり、ジョニー・ハイドというやり手のエージェントと関係を持つことに成功します。そしてこのジョニーの尽力により、ちょい役ではありましたが、アスファルト・ジャングル、イブのすべてという2本の映画に出演し、モンローはこの2本で初めて高い評価を受けることになります。そして1950年のモンローが24歳の頃、このチャンスを逃さないジョニーはモンローと20世紀フォックス社との7年契約を締結させることに成功します。ですが契約の数日後にジョニーは心臓発作により帰らぬ人となってしまい、モンローはかなりのショックを受けることとなりました。翌年の1951年のモンローが25歳の頃、モンローは3本の映画に脇役として出演、そしてそのどの映画でも独特の色っぽい演技と抜群の存在感で高い評価を獲得し、新進気鋭の若手女優としてさらに人気は高まり、当時のモンローは週に数千ものファンレターが送られてきていたほどでした。そして1953年のモンローが27歳の頃、突如モンローが過去にヌードカレンダーのモデルをしていたという噂が取り沙汰され、大きなスキャンダルとなります。この騒動に対してモンローとエージェント事務所で彼女のキャリアを考えた上で出した答えは、ヌードモデルをしていた事実を公に認めることでした。これによりさらに大きな話題となったモンローだったのですが、賛否両論はあれど、結果的には世間からのモンローへの関心は高まり、同年に出演した3本の映画、特にノックは無用では大ヒットを記録し、モンローは一躍人気女優の仲間入りを果たすのでした。はい、こうして女優としての人気を獲得したモンロー、過去の経歴であるヌードの仕事が問題となっても、あえて逆手にとっての対応や成功はなんだかとてもアメリカ的というかグローバルな感じがしますね。こうしてセクシーな演技に定評のある大人気女優として名を馳せたモンローは、同年の1953年にはナイアガラという作品で、不倫相手と夫の殺害を計画する悪女という設定の過激な主役を務め、この作品でかの有名な腰を振って歩くモンローウォークや、彼女のトレードマークとなるアーチ型の眉、透き通るような白い肌、輝く赤い唇のメイクが話題となり、爆発的大ヒットを記録します。当時ハリウッドには性描写や暴力を禁ずるヘイズコードという非常に厳しい倫理規定が存在しており、作品内での3秒以上のキスの禁止やヌードの禁止など数多くの禁止事項が課せられていました。しかしモンローはこれらのタブーをかなりのグレーゾーンで回避し、彼女の作品は当時としてはかなり過激なお色気シーン満載でした。またモンローはプライベートでも映画のセクシーなキャラを貫き通しており、記者からの夜は何を着て寝るのですかの質問に対し、シャネルの5番よと答えたエピソードはあまりにも有名です。このセクシーすぎる作品ナイアガラの大ヒット時には、世の女性たちは嫌悪感を表し抗議するのですが、男性陣やマスコミからは全く相手にされず、ニューヨークタイムズでも滝とモンローのナイアガラはぜひ一度見るべきものであると掲載されたほどでした。
さらに紳士は金髪がお好き、100万長者と結婚する方法も同年に公開。どちらも大ヒットし、モンローの代表的な作品となります。このように順風満帆なキャリアを歩んでいるかのように見えるモンローだったのですが、彼女にはとても神経質で完璧主義な部分があり、撮影がうまくいかない時や突如襲ってくる不安や過度の緊張などを感じた際には決まって不眠症を患い、その度に大量の睡眠薬を服用するようにもなっていました。はい、ここで冒頭にお話したマリリン・モンローといえばの容姿に行き着くわけなんですね。彼女は当時世界一のセックスシンボルとして20世紀フォックス社最大のスターだったのですが、契約内容は以前にジョニー・ハイドが提示した内容と変わっておらず、彼女の人気ぶりからしては格段に安い出演料と出演作品への選択は不可ということも相まって、彼女のストレスの原因の一つとなったとされております。モンローは幼少期から精神的負荷の大きい環境に置かれていた時期が長く、とてもセンシティブかつ不安定な状態であることが多かったとされており、この後の彼女の大成功とは反比例して精神面は悪化していくことになるんです。翌年の1954年のモンローが28歳の頃、モンローは元ニューヨークヤンキースの大スタージョー・ディマジオと2度目の結婚し世間を賑わせます。ちなみに新婚旅行では日本へ来日し、東京、静岡、福岡、広島、大阪と各地を巡ったとされております。ですが広島でディマジオが広島カープの選手に打撃指導を行うというイベントの際に、ディマジオに絶対に球場に来てはならないと言われていたモンローだったのですが、サプライズで球場に訪れ、ファンはディマジオそっちのけでモンローに群がるという事態が起きます。これに腹を立てたディマジオがモンローを激しく叱責したことが原因で、モンローとディマジオは不仲になったとされております。そして翌年の1955年のモンローが29歳の頃には、問題となっていた20世紀フォックス社との契約も新しい契約に変更し、7年目の浮気という不倫を扱った作品を発表します。この作品内でこれまた有名なスカートがまくれ上がるシーンが登場するのですが、このシーンに対して不仲とされていた夫のディマジオが激怒し、2週間後には2人は離婚してしまうのでした。またこの作品の撮影の際にもモンローの精神状態は非常に不安定で、撮影への頻繁な遅刻やセリフを覚えていなかったり忘れたりすることが多かったとされております。この7年目の浮気の撮影後、モンローはハリウッドを離れ、東海岸はニューヨークに移り住み、演劇の学校に通うようになります。当時のモンローは性的な役柄や世間からの扱いに辟易していたとされ、これも精神的ストレスの原因だったとされております。その翌年の1956年のモンローが30歳の頃には、モンローは劇作家のアーサー・ミラーという男性と3度目の結婚をし、バス停留所という作品もヒットを記録するのですが、翌年の1957年のモンローが31歳の頃には、以前から苦しんでいた精神障害が悪化し、睡眠薬の大量摂取や身ごもった子供の流産などもあり、一時的に精神病院に入ることとなります。はい、モンローは女優として圧倒的な成功を収めている傍らで、かなり精神的には追い詰められていたんですね。この精神的な問題は彼女の生い立ちも相まってかなり深刻な状況であったとも言われており、このことが後に最悪の事態を引き起こしてしまうのです。そして1958年のモンローが32歳の頃には、モンローはハリウッドに戻り、翌年の1959年の33歳の頃には、お熱いのがお好きという作品で最高の演技を見せ、ゴールデングローブ賞にも輝きます。そしてこの頃から当時のアメリカ合衆国大統領ジョン・ F ・ケネディと一時的に関係を持っていたともされており、このことが原因か夫のミラーとは不仲になり、1961年のモンローが35歳の頃にはミラーと離婚をしてしまいます。また同年に公開した荒馬と女はあまりヒットせず、公開後すぐに共演者が急死してしまったことも重なり、モンローは再び精神が不安定となり精神病院に入院してしまうのでした。この時にモンローを献身的に介護したのが元夫のディマジオで、
これ以降2人はよりを戻して多くの時間を過ごすようになったと言われております。ですが翌年の1962年8月5日突如悲劇が訪れます。ロサンゼルス郊外の自宅の寝室にて全裸で死亡しているモンローがメイドによって発見されたのでした。死因は睡眠薬の大量服用による急性中毒とされ、体調不良で救急車を呼ぶために受話器を取ったもののダイヤルする前に事切れたという推定のもと、警察は自殺と断定するのですが、モンローは特に遺書などは残していないため真意のほどは分かっておらず、いくつもの仮説が唱えられることになりました。モンローの葬儀はディマジオが取り仕切り、参列者は生前にモンローの世話などをしていたごく一部の関係者30名ほどの小規模な葬儀で、マスコミは一切シャットアウトされ、ハリウッドの映画関係者は1名も呼ばれることはありませんでした。またその後モンローは自殺ではなく他殺だったのではないかという説が強く残ることになるのですが、その根拠として現場からは睡眠薬を飲む際に使うはずのコップは発見されておらず、遺体発見時手には受話器は握られていたものの、 FBI が押収した死亡前日と死亡日の電話の通話記録には電話局からは同時刻の通話記録がなかったことから、電話の通話記録の改ざん隠蔽を行うことができる政治力の持ち主がモンローの死に関わっていたのではないかという陰謀論が唱えられるようになります。近年ではモンローがジョン・ F ・ケネディ大統領から UFO の機密情報を聞いてしまったがために暗殺されたという説も出ており、彼女の死については未だに多くの説が飛び交っています。またディマジオはモンローの死後も彼女を一途に愛し、20年にわたって週3回彼女の墓に赤いバラを備え続け、ディマジオの死の間際にもこれでマリリンの元へ行けると語ったと言われております。さあいかがだったでしょうか。マリリン・モンローの一生、若くして亡くなった彼女の死にはいろんな憶測が飛び交っているのですが、未だにこれといった確証のあるものはありません。また彼女が亡くなる数年前によりを戻した元夫のジョー・ディマジオとは再婚の約束をしていたということもあり、自殺ではない説を強めている理由となっております。モンローは生まれた時から父親がおらず、母親もモンローが幼い頃に精神を病んでしまったことから、その生涯にわたって無償の愛というものに飢え続けていたとされており、彼女と結婚した夫たちはその重みに耐えきれなかったのではないかと言われております。もしかしたらモンローと唯一よりを戻すことができたディマジオだけは彼女に永遠の愛と幸せを与えることができたのかもしれませんね。世界中で愛され、パートナーにも愛されながら精神を病み、謎の死によりその短い人生を終えたマリリン・モンロー。私シープはモンローの死を悲しむのと同時に、日本の住職が勝手につけた改名マリリイン不滅美食モンロー大師がつぼりすぎて困っております。以上マリリン・モンローの生涯でした。今回も私なりに調べてはみましたが、至らないこと気になることがあればお気軽にコメント欄にコメントをお願いいたします。本日は貴重なお時間ありがとうございました。 See you next night.